家の皆さんです。ええ、最強クイズ集団カプリチョチャンネルです、よろしくお願いします。そうでもないよ3分の1違ったら結構違うから紹介しました、クイズ作家2人と麻雀プロです。はい、はい、ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し回答者がイエス、ノーで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームです。最終的に出題者が想定した真相を突き止めることができればクリアとなります。ということで、クイズ作家の皆さんには、はい、5分以内、はい、いやもうそんな貯めても絶対5分だと思ってるから大丈夫だよ、5分で毎回。そうか、それでは本日は1問、舘ひろしさんから。いや、ダンディーなマジか、有名人の名前で送られて字が違うのかな。そう、ね、字が違うんですか。タツにひらがなでヒロシ。いや、タツヒロシさんだね、それね、めちゃくちゃおもろいやんか。一緒だった、面白いそうなんですね、ありがとうございます、タツヒロシさんね、はい、偶然かもしれないしね、はい、まあ確かに、偶然、偶然、同姓同名ありますから、はい、そんなにいるんだから、いるんだから、全然いるんですよ。カミック虫も好き好き、食べ食うじゃなくね、お腹が空いた男は髪を切った、うん、一体なぜ、髪はこの髪の毛と思っていいですかね。はい、自分の髪の毛、はい、髪を切ったのは自分で切った、うん、この関係ないかな、美容室で切ったでもいいの、あんまりそんなイメージないですね。自宅で切った感じ、まあイメージはそうです。男って子供？いいえ、男は職業決まってる？はい、と学生ですか？いいえ、職業は重要？はい、切った髪の毛を、切った髪の毛のその後の処理って大事ですか？いいえ、そのこの後何か食べると思っていいですか？もうよりかな。お金が欲しかったですか？ね、ノーなんですけど。はい、そこって有名人ですか？ああ、でもいい。じゃなくてもいい。なるほど。芸能関係の仕事してる？いいえ。じゃあスポーツ関係ある？はい。スポーツ選手？はい。何のスポーツが決まってる？はい、球技？いいえ、力士？いいえ、オリンピック競技の選、オリンピック競技の中にあるスポーツの選手ですか？はい、陸上競技？いいえ、水泳？いいえ、格闘技？はい、レスリング？いいえ、柔道？いいえ、ボクシング？はい、はい、ボクシングで減量を頑張ってたんですけど、まあ、最後もう減らせないってなって、もう髪の毛を切って重さを減らした。そうなるほど、いいね、いいね、なるほどね、はい、はいはいはい。プロボクサーの男は試合前の計量で 50g オーバーとなってしまった、汗も尿ももう出ない男は頭を丸めて再び計量に挑むのだったというものです。なるほど、ギリギリだ。いや、過酷らしいからね、うん、計量は。はい、時間は1分58秒、はい、はい、いいね、いいタイプだ、このぐらいでね、いければいいんですか。そうだね、いや、なんか本当にゴールに向かっていい質問が紡がれていった感じでしたね、舘ひろしさん、ありがとうございました。ありがとうございました。そうだった、違うんではいない、別にね、そうね。ちなみに送ってくれた、舘ひろしさん、はいはいはい、これ坪さんでした。いや、坪さんじゃねえかよ面白い名前で増やすんじゃないよ、はい、カーペットチューペット林だね、はい、ややこしい、はいはい、いろんな名前がある、はい、それでは本題2問、いつのシエスタさんから、変わった名前、すごい変わった名前だね。胃が痛いってこと？シエスタはあの昼休憩だよね、スペインのね、はい、愛と希望の物語、はい、素敵じゃないの、いいね。男は本を読んでいた、
他のページはさっさと流し読みしてから全く読んでいないというのに、愛や希望が出てくるページは何度も読み返している。一体なぜ？学業は関係ある？いや、愛や希望ってなんか人の名前だったりします。はい、お希望は望みと読んでもいいですか？いいですよ。ほうほう。はい、男が読んでいた本が雑誌で愛ちゃんやのぞみちゃんが出てくるグラビアページだけ何度も見ていた。違うんか、さすがに違うか、うん、その本ってのは本屋さんで売ってますか？あ、多分はい、うん、男が好きな女の子の名前なの？愛ちゃん、希望ちゃん、まあ広くはいかな、うん、それは雑誌ではない。雑誌ではないと思います。本屋売ってるってこと？売ってるよ。と血がつながっている人ですか、男から見て？はい、娘。はい、うん、とか本の種類決まってるんですか？はい。それは写真が載ってる？いいえ。名前が載ってる？はい、うん、主に文字が載っている本ですか？はい。愛ちゃんも、のぞみちゃんも娘ですか？その言い方だと答えづらい。なるほど。片方は息子？いいえ。小説の本ですか？いや、愛ちゃんは娘？わからないです。うん。のぞみちゃんが娘かもわかんない。わかんないです。ああ、なるほど。この本に絵は載ってますか？わかんないです。多分載ってないって考えた方がいいです。うん、なんかその本って月に1回以上発行される本？わかんない。占いの本ですか？うん。はいかな。お、生命判断とかは関係ありますか？うん、関係あるね。はい、男は生まれてくる娘の名前を考えようとしていて、生命判断の本を読んでいました。愛かのぞみかどっちにしようかなと思ってるから、そこのページだけ何度も読み返して画数とか調べてた。そうだね、はい、なるほどね、うん、人名かなって思うまでは早かったんですけど、うんうんうん、なるほど。生まれてくる子供ね。そうね、まだ生まれてなかったんだ、うん、男が読んでいたのは命名についての本。もうすぐ子供が生まれてくる男は、子供の名前を愛にするか望みにするか悩んでいた。そのため様々な命名についての本を読んで、どちらにするか考えていたのだったという問題ですね。なるほど。そうか、いろんな占い系とか生命判断系とかいろんな本があるから読み漁ってたわけね。なるほど。全部画数がいい名前ですけど、結構大変ですね。大変でしょうね、うん、親の字から一字取ってとかね、いろいろこだわりもあるでしょうし、画数だけいい、めちゃくちゃ変な名前とかどこを取るか難しいですね。ニョボーみたいな確かにね、ニョ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 、サルみたいな、ゴトシ、ゴトシ、女に口でゴトシ、ニョボー、ニョボーね、うん、猿みたいなね、画数めっちゃいい人人猿立花猿猿画数良かったかもしれないけど、絶対他に猿と同じ画数があるから、絶対ある、絶対にあるからな。時間は2分15秒よかった。普通の CS だった。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ第3問、はい、タルナマさんからいただいたので、お、ありがとうございます。タルナマさん、はい、チョコレートの思い、うん、あ、大チョコレートね。ね、ビールが飲みたかった男は、うん、チョコレートを手にした、うん。横で見ていた友人もその時には何の疑問も抱かなかったのに、1分後に失敗を指摘した。一体なぜ？手にしたってのは、そのまま手にしたチョコレートを食べますか？うん、多分、はい、うん、ビールは最終的に飲めた？うん、多分、うん、はい、そこはなんか飲食店ですか？いいえか、うん、男の自宅と考えられる？いいえですね。職場？いいえですね。屋内ですかね？多分、はい、多分、はい。場所は重要ですか？うん、そうですね。チョコレートを手にした場所は屋内、はい、
うん、そのチョコレートは例えばじゃあキャンディーだったとしたら何出しますか？何出します？うん、なんか1分後場所移動してる？してない。うん、じゃあその場所から動かなかったんかな男は。いいえ、音が動いた。動いたと思います。なるほど、チョコレートを手にした場所から音が移動したんだ。そうですね。で、横で見ていた友人っていうのはその場所で見てたの最初？そうです。で、その友人は移動しなかったの？友人も移動します。ああ、移動したんだ。移動したのは失敗を指摘したりされたりした後？はい。男はね、ビールを買おうと思ってるんですか？いいえ。ビールを提供するお店に行こうとしてる？そうです。で、移動したのはビール飲む店に移動してるの？そうです。なるほどね。1分後っていうのは何か変化があったから1分後に気づいたの？まあ変化があったというのは適切じゃないかもしれない。あ、オッケー。チョコレートは購入した？はい。じゃあお店でって感じ？まあそうですね。コンビニででいい？コンビニででいいです。なるほどね。とそれお釣り作るために購入してる？はい。おー、いいこと聞いてる。その飲み屋での支払いのためにそのお釣りを作ったって感じですか？そうですね。飲み屋ではその小銭が必要なの？まあそう予期していた。3分は経過。自販機関係ある？いいえ。なんか割り勘をしようと思っている？はい。さて、チョコレートを買った時にお金は崩れましたか？いいえ。ですよね。なるほど。男は現金以外の方法でチョコレートを買った？はい。なるほど。はい。男はこの後割り勘するためにちょっと小銭増やしておこうと思ってチョコレートを買いに行ったんですが、その時にうっかり現金ではなくその電子マネー等で支払ってしまった。サドリー！しっかりしてんな。でも習慣でやっちゃうかもしれない。あ、俺も絶対やると思う。まあ、わかる。まあ、わかるよね。まあ、わかる。現金で買わないもんな。男と友人は飲み会に向かう途中、そうだ、割り勘用にお金を崩しておこうと思った男は、コンビニで100円のチョコレートを買うことにした。しかし、支払いの際に日頃の癖で電子マネーを使用してしまう。まあ。友人に、お金崩せてないじゃん。と突っ込まれてしまったの。だって問題でした。いやーね、現在ならではの問題ですね。そうだね、はい、なんかやっぱり突っ込みってシンプルなまま笑っちゃうから。お金崩せてないじゃんって。いいね、工夫のない突っ込み、ちょっと笑えてくるよね。いやでもいいね、ついうっかりとか癖でみたいなやつを問題にするのって結構エラーだから、はい、面白いなと思うよね、はい、必然性がないものだから、そうなんです、うん、なかなか難しいよねこれね、はい、時間は3分29秒。あ、よかった。結構難かった気がするよ、ね、よかったわ。カルナマさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ビールの問題、ビールの問題。それでは本日第4問、グルグルグル。タコイリグミセヤさんから。なるほど、変な名前。タコイリグミセヤさん。タコイリグミセヤさん。なんだ、これなんかのアナグラムとかね。思っちゃったけど。どこで区切るかも分かんないし。ハイポグリセミアのことか。おお、きた、やるじゃん。あのね、最初と最後の文字さえ合ってれば、こう途中の文字が入れ替わってても読めるというハイポグリセミアのことだ。耳で聞いてるから全然そうなってないのよ。大弁と。はい、いい問題です。ダメインじゃん。読めるかな。ひらがなで書いてある。男がいたずらされたと思い、女がクレームを入れた。一体なぜ？いたずらをされたの対象が男、の対象は男、いたずらの対象が、はい、いたずらの対象は男、はい、で思ったのも男、思ったのも重いか。なるほど、うん、思ったのも男。あ、男、うん、男と女は家族ですか？いいえ。あ、で友人関係？いいえ。女は男がいたずらされたという事実を知っている？いいえ。思ったことを知っている？思った
とも知ってない。知ってない、なるほど、うん、じゃあ男だけがいたずらされたと思ってるんだ。はい、うん、男と女は面識がある。いいえと思っていいんじゃないかな。うん、女がクレームを入れたのは男がいたずらされたと思ったから。いいえ。うん、女がクレームを入れた先はいたずらした人にですか。うんとね、ノーですね。とこのいたずらと女に何かの関係性はある。関係性はある。ある、なるほど。したのは女ではない、いたずらを。違います。うん、いたずらって実際にされた。いいえ。うんね、OK。 じゃあ女がクレームを入れたのはなんかお店にですか。はい。同じ事象に対して男はいたずらされたと思って女はクレームを入れる対応したって感じ。違います。別々のことが起きてた。別々のことが起きてます。同じ日に。同じ日です。同じ場所。同じ場所ではない。そのクレームを入れたのは飲食店ですか。違うとも言えない。なんか直接面と向かってクレームを入れた。いいえかな。じゃあいいえだと思う。あ、思う。じゃあメールとかの方が分かりやすい。メールじゃなさそう。電話。電話の方が多そうなイメージ。でもメールでもありうる。じゃあ女は客だったってことでいいのかな。そうです。で店に電話した感じ。まあそうですかね。店と言ってもいいかな。女は何か食べ物を買ってますか。はい。おー強い。食べ物を買った食べ物を買った食べ物に関するクレームですか。そうです。何買ったか決まってます。イメージするところはあるんですけど、解説では決まってないですね。だから何でも成り立ちます。なんかウーバーイーツみたいな関係ある。ああ、なるほど。そうですね、関係ありそうです。うん、なんか食べ物になんか異物が混入してた。いいえ。賞味期限関係あります。いいえ。なんかデリバリーは関係あるって考えていい。いいです。じゃあその届いた商品が崩れたりし、見た目に何か分かる。いいえ。じゃあ違うものが届いた。いいえ。時間が関係する。時間が関係する。しないとは言い切れないぐらい。じゃあ遅かったとかではないわけだ。はい。届かなかったわけでもない。届かなかったわけではあります。あります。届かなかったんだ。でクレーム入れたって感じ。はい。うん、男はそれ運ぶ人。いいえ。3分経過。じゃあ男はその店の人。いいえ。男とその食べ物は何か関係してる？作ったとか、一緒に食べたとか、運んだとか。そういう意味だったら関係してないことはないかなぐらいの。男は注文を受けた人？いいえ。男の職業決まってないんだっけ？決まってません。なるほどね。女は家でデリバリーしようと思って頼んだけど届かなくてクレームを入れた。そうです。うん。で、それとはまた独立で男はいたずらされたと思ったんだ。そうです。なんか自分の体になんかいたずらされたと思った。いいや。ネット上でいたずらされたと思った。いいえ。いたずら電話されたと思った。いいえ。残り1分です。目で見ていたずらされたなと思った男は。男が。うん、ああ、そういう意味だとちょっとどちらとも言えない。うん、落書き関係ある？いいえ。デリバリーの注文がすごく多かったとかありますか？いいえ。男はデリバリー関係ない人ですよね。関係あります？関係ないより。ないより。はい。男って女と同じマンションに住んでますか？住んでます。残り30秒、はい、デリバリーの人が間違って男の部屋のチャイムを鳴らしたんですけれども、男はそれ頼んでないからただのピンポン出しだなと思って、女は待ってたのに届かなかったからクレームを入れた。さあ、それです。はい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 、なるほどね。はい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 、そうなんですよ。女に届けるはずのデリバリーが、男に間違って届いて、届いちゃったってことで、ね、でピンポン鳴らして去っていくタイプ。置き配、置き配だったんで、男なんだよ誰もいねえなってなって、はい、で女の方には届いてないということですね。はい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 。なんか僕もこの間手書きを置いたことなんかスタバのなんか宅配物が置いてあるけどあったんですけど、頼んでない。絶対誰か届いてないもんね。怖って。確かになんかね、それあんまり意気揚々と飲むわけにもいかないしね。ね、うん、男の家のインターホンが鳴ったが出ると誰もいなかった、うん、なんだよと足元を見ると料理が置かれていた、うん、どうやら宅配サービスの配達員が間違えたらしい。一方、実際に注文した女の元には一向に料理が届かずクレームを入れたのだったという問題でした。現代っぽい、はいはいはい、これも。いや、
男の人もね、何が届けてくれたのか分かんないかもしれないもんね、うん、その何々が運びましたみたいなのが書いてあればいいけど、うん、そうじゃないものが置かれてるだけだったら、ね、ちょっと食べられないですよね、うん、気味が悪いってなっちゃうもんね、うんうん、時間は4分44秒あー素晴らしい、よかった。タポイ、リグミセヤさん、またの名を、ツボさん。いや、ツボさんじゃねえよ。ツボさん2本できる。ツボさん2本出しちゃった。管理してるのに。管理してるのに。管理できなかったら出すって言って、うん、管理できなかったら、もしかしたら出しちゃうかもしれないって言いながら、うん、出してます。その人、舘ひろしさんだよ、だから。舘ひろしさんです。うん、はい。ツボさん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、4問やって、4問全問正解だ。やったー。嬉しい。嬉しい。まだまだ問題の方を募集しておりますので、概要欄にありますリコの X の DM までオリジナルの問題をポストしてください。ポストじゃない。ポストはツイート。ポストじゃない。みたいなもんじゃない。さあ、そしてカプリティオからこちら、ウミガメのスープのカードゲーム1,2,3が絶賛発売中でございます。そしてウミガメのゲーム、ウミガメゲーム、ウミガメのスープカードゲームの4が現在制作中でございます。はい、今日の、ね、収録時点で問題は全て出揃っておりまして、あとはデザインとかね、はい、細かいところを詰めるところになりました。まさかあんなパッケージになるとはな、ね、全然変わるんですか。星型です。邪魔、保管しづらいな。さあ、どんなパッケージになるのかね、皆さんも楽しみにしていてください。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、X のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。